おはようございます。始まりました。もちろんチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきた第245回 TOEIC L&R テストの公開テストですね。公開テストの感想を述べたいと思いますね。前と比べたら優しかったかな、簡単かなと思いますね。前回、前々回ですね。243、244よりは簡単な回でした。まあ自分のやつはスキャナーフォームっていうですね、スキャナー使ってる人の写真だったんですけども、感想を言いますね。パート1は、まあ普通だったんですけど、ちょっとやっぱね、知らないとわかんないだろうなっていう単語が出てきました。レベルの高い単語ですね。その単語を知っていれば簡単に答えが出るんですけど、知らないと答えが出せないというか、他のに引っかかっちゃうだろうなっていう問題があったんで、人によってはだいぶ難しく感じたと思いますね。続いてパート2ですね。パート2に関しては、まあだいぶ難しくなったと。もうやりすぎであるっていうふうに言ってましたね。243、244では。で、それに対して245はやりすぎはほとんどなかったですね。あっても1問かな。1問だけ、一番最後の問題でしたけど、それだけめちゃくちゃ難しかったですけど、それ以外はだいぶこれまでと比べて優しかったかなという印象です。なので、まあ、やや難しいっていう感じだと思いますね。続いてパート3ですね。まあ、これは普通かなと。全然難しい問題もそこまでなかったですね。なんで、解きながら、ああ、これいけるなと思って、パート1、パート2、パート3、これ1個も間違わなかったなと思って、あ、これ全問正解できるな、リスニングと思って、こう自信がついたというか、そういったパートでしたね。あとは、まあ、紹介したね、前の動画で紹介したコンプリメンタリーなんていうのもですね、出てきたりして、ああ、やっぱり正解に絡んでくるな、こいつとかね、思ったりしました。そして、余裕ぶって言ったら、パート4が難しかったんですよね。いつもより難しかったですね。やっぱりなんかね、こういう難易度調整っていうのをしてんだなっていうのはよくわかりました。なんかね、新しいオーストラリア人の人、このナレーターが聞きづらい。ね、だからその人の、問題で1個聞き逃しちゃったんですよ。答えがどれか分かんない1問目だったんですね。でその1問目の答えが分かんないままどんどん進んじゃったので、結局2問目3問目がですね出てきちゃってるのに、すでにしかしその設問に目を向けてなかったので、ああやばい、やっちゃったなと思いましたね。だからここで一つしくったなと思って、でその後もう1問ですね、また彼にやられてしまったので、うわ何これ糸問題でしたけど、糸分かんねえやと思ったので、結構やられました。まあ4問間違ってるってことはないと思うので、まあリスニング満点はいけると思うんですが、いつもより難しかったかなと思いますね。新しいナレーターたちはやっぱ要注意ですね。だいぶ聞き取りづらいですね。またボソボソ喋る新しいオーストラリア人、前のねオーストラリア人ボソボソ喋ってて、でちょっと聞きやすい、ちゃんとはっきり喋る人に変わったんですけど、またボソボソのオーストラリア人ね、別のボソボソ喋るオーストラリア人になってたんで、ちょっと困りましたね。で次、パート5ですね。まあ、普通かなと思いました。人によってはちょっと難しいかなですね。難しい、ちょっと語彙問題とかですね、が出てたので、難しく感じた人もいるとは思いますけど、まあ、自分的にはそこまで難しくない。で、次がパート6ですね。これが、だいぶ簡単だったんですけど、ただ、まあ、場面がわかんないだろうなっていう人が、いるセットが一つあったので、なので、まあ、普通としておきます。個人的には簡単でしたね、いつもより。文章を入れる問題が、難しいんですけど、この文挿入問題ですね。文挿入問題がいつもより優しめだったなって印象ですね。続いてパート7ですね。まあ時間がかかりましたね。だいぶ、あとは時計持ってってないんで分かんないんですけど、誰かがどれだけ買ったか。でもまあ、やっぱダブルとトリプルとかですね、読むのが多かったですし、あとは記事ですか。記事問題、シングルもかなり読まなきゃいけなくて大変だったと思いますね。でね、自分自身は、この時間が本当にね、やばかったと思います。で、超大教室だったんですよ。もう都内にあるですね、スーパーでかい教室で、教室じゃないか、スーパーでかい部屋で、もう知ってるんですよ。350人ぐらい入るところが2つ、2部屋あるんですよ。350、350で、つまり700人いるところで、なんで1部屋が350で、もう1部屋が350なんだから、別になんかスーパーでかいとかじゃないんじゃないのって思われるかもしれないです。まあ、地方の人からすればね、1部屋で、もうその県の全体の受験者数を超えちゃうんですけど、それぐらい大きいんですけど、なんでそんな風にでっかいっていうのって思ってるかもしれないですけど、これですね、そういうところに当たるとどうなるかっていうとですね、体質がですね、時間食うんですよ。分けて体質させられるんですよ。で、その片っぽの部屋がいなくなったらもう片方の部屋になるので、つまりですね、これ下手すりゃめちゃめちゃ遅く体質しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。で、今回はラッキーなことに、ラッキーだったのかアンラッキーだったのか分かんないですけど、一つ目の部屋の一番最後でした。
3つに分かれてたんですけど、1つ目の部屋の一番最後だ、2つ目の部屋の一番最後だったら6番目なんで、めちゃくちゃ時間がかかっちゃうんですけど、あ、それはなんか不幸中の幸いでした。前にね、その会場だった時は2つ目の、3番目だったか2つ目の2番目だったかでめちゃくちゃ待たされたんですよ、なんで、あ、よかったなって思いました。あと記入ミスが少なかったのと、受験者数が少なかったですね。あの受験者数っていうか空席が多かったので、そのためあんまり間違う人とかも少なかったとか、結構テンポよく行って1番目の3つ目だったんでよかったんですが、でなんでこの話をしたかっていうと、そのせいで僕だからトイレに行っておいたんですよ、受験中に、試験中に、試験中に。それトイレ行っておけば、このめっちゃ待たされた時にトイレ行きたい、トイレ行きたいってならなくて済むってですね。行かなきゃよかったですね、今回ね。1の3だったら結構楽でした。だってその分ですね、トイレまた結構ね、歩いて行かなきゃいけないんですよ。出口までとすごく遠い席だったので、結構歩かなきゃいけなくて、かなり時間を損しましたね。まあ、それでも、よかった。なんとか終わった。いました。何パー待ったか分からないですけど、ちょっとトリプルパッセージ、ダブルパッセージは全部見直しができたので、全問見直せたんで、まあそれぐらいの時間は待ってたっていうのは分かるんですけど、まあですね、本当やだ、あの会場は、トイレ行かなきゃよかった、本当そのせいでかなり時間無駄にしましたからね。はい。もう待たされるのは嫌だっていうのを思ってですね、行ってしまいました。はい。皆さんの会場はどうだったでしょうか。皆さんの受けたフォームはどんな感じだったのかですね。ぜひぜひ、受けた方はコメントください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.